はぁツバつけようとすんなお前 <laughs> <laughs> 早い早い あ、すごい,い,いちょっと俺も惹かれちゃうかもしんない。この一枚ありきだけどね。そう。それは爽やかな声とと,ともに、この地上に舞い降りた天使。歩くランニングでもしていたのか、絹のように、鮮やかな肌に、うっすらと汗を浮かべ、すべてを包み込んでしまいそうなほど、柔らかな眼差しを、俺に向けていた。まさしく俺たちが夢見ていた女子子の、つまりマイエンジェル。<laughs> せそうねな、こいつ本当に。生徒会長キャラサブ広いんだし、なんなら男ぐらいだから、ワンチャンねえよなっていう考え、やめてくんないあれ今日は一人じゃないんだね。 はじめまして、一目ぼれしました。俺と付き合ってください。<laughs> なんで三つといい、主人公といい、負けイさんに積極的に取り組もうとするわー。惹かれてんじゃねえか <laughs>。わー言わせんな。っていうか、後ろのクリードボブの女の子めっちゃ可愛い。結構好みなんだけど。お、げ、えーえぇどうして乙女ちゃんの方が驚いてるの 告られちゃったね。でも、告白っていうより、これは、懇願かな。告白も懇願も変わんねえだろ <laughs>。な、何が違う定義不足いいえ、告白です。懇願よりの告白です。どう見たって一発やらせてくださいって卑猥なお願いしてるようにしか見えないんだけどお前邪魔だな <laughs>。せっかくの告白に水挿すんじゃないよ。ほら、滅多なことを言うもんじゃありません。<laughs> こんなのあ、どもざはこんなんだな。んたもいつまでど下ざは, <laughs> はないよそんなシチュエーション。しりげり。え、どんなリアクション <laughs> 絶対温めてきた。リアクションゲーじゃん、これ。とっさに出ないだろ、そんなワード。乙女に尻を蹴り上げられ。悶絶しながら転がる俺。そんな俺の前にちゃがみ込み。その天使スマイルを輝かせてくる。お尻大丈夫ああ、いいなー先輩でお姉さんキャラっていうのもあって、こういう優しいところを見せられちゃうとグッときちゃうな。大丈夫ではないので、先輩が全力で うん大丈夫みたいだね優しくはないのか <laughs> 突き放すのやめてマイアンジェマジできしょい、うん、何見せられてんのよ私人の告白を笑うんじゃないよ笑われない告白を心がえようよ <laughs> 基本姿勢土下座てあんなのが告白だなんて認めないんだからえっとさっきのはやっぱり告白ってことでいいのかなはいもちろんうん元気でよろしい

屍が二体に増えたな <laughs>。彼方とミツオンが燃え尽きてる。一体一晩の間に何があったんだあ、はあ、こんなはずじゃ。いや、お前は完全にダメだろ <laughs>。<laughs> やる前からわかるだろ、普通。俺としたことが、劇場に身をだんでしまった。ま、まさかお前らもう抜け駆けしたのかなんかあの二人、もう振られたんだって。噂になってた。手っーダスの早い、接想なし、メンツ二人組みたいになっちゃうまだ新学期二日目なのに、どうして振った振られたの話になるので、あんたはあんたでどうしたのさ、心。さっきからずっと渋い顔して。なんかこう、もっと、 あるでしょあるでしょ朝プロさんぐらいだよ渋い顔してどしたんっつって本当に渋い顔してるケース <laughs> これ以上の渋顔は知らないな俺心は一体何を意気通ってるんだろうさあ読んでた漫画が微妙な終わり方でもしたんじゃないのそれにこっちもご機嫌斜めだし許さない許さない許せない許さないこのミヤ様がありえないここでミヤなんだえ、もしかしてトキヤとのエチエチフラグでもあったいや怖い でさてはミア、お手本見せようとしてイケメンにでも振られたかふーミンってばやだそんなわけないでしょこのミア様がん顔顔。<laughs> 引きつりすぎだろ。圧がすんげえ売れない方が良さげっていうかさ、もしかして何もない私たちの方が異んだったりするいや、チーは何もないとは言えないぞ。な <laughs> んなら振った振られたのレベルで済まないことされてるからね。うそうかもね。<laughs> <laughs> はい、ダウト。お前、ポーカー苦手かよ。ああ さては、チーもなんかあったな何にもないって。ずるい。私もなんかあってほしい。なんか怒れ。チチンぷいぷい。いや、でもお前のカップリングはタイガだから、タイガの性格を考えると、しばらくは何も起きなさそうなんだよね。結構多くてだからなあいつ <laughs> 聞こえたぞ、彼方。お前のことだから、どうせ顔見た瞬間に告ったんだろう。そのざまでよくもまあ、俺にあれやこれやと言えたものだな。それ言われちゃったら、ぐーの音も出ねえな。<laughs> 昨日の蜜を叱りつけることなんてできないよ。朝のシーンを見せられちゃったら。何も言いかえ ですね、お前たちひどいぞ俺を置いて一足先に彼女持ちになろうとするなんて一言ぐらい相談があってからでもいいじゃないか冷静に考えてみろこいつらが彼女持ちになれる可能性があるか <laughs> あ <laughs>